今日は8と行きます。試合の前日はなぜか8と2人で行くことが最近なんかルーティンになってて、9月はまだ暑いですもんね。確かに朝晩は。ありがとう。ここ手羽先うまいんだよね。いただきます。マキいつも3段なんですよ、あんまガッツリ食べないよね。余裕がある、これガッツリ3段これでご飯の食うよりそばっていけるからさ。そうだね、食べれちゃうから。一番好きなのがいちごのショートケーキかな。肉離れした時にそのお菓子とかに入ってる砂糖とかがあんまり良くないって聞いて、その筋肉にで、まあ、食べなきゃいいんだろうけど、それだとストレス溜まるから週1オフの日って決めて、試合全泊するじゃないですか。今全泊してて8とよく散歩行くんですけど、だからなんか一緒にいる時間も多いから自然となんか真剣な話をする。今チームどうとかどうしたらいいとか、やっぱね、あれですよね、言って言って、あの、なんていうんですか、あの、人の嫌がるようなことをね、こう走ってそういうのやってくれるからね、後ろから見ると助かります。あと安心しますよね。あ、リュウ君出てきたからこれも大丈夫やなとか、まあ、得点は期待してないですけど、リュウ君入ってきたら点取れるんちゃうとか、そういうのは期待してないけど、守れるんじゃないかとか、こうもう一回チームがこう元気になるじゃないですけど、そういう感じにやってくれるんだろうなっていうのはすごい感じるから、チームの雰囲気はすごい気にするかな。本当にその試合みんなが出たいっていう気持ち、こうギラギラ出してやれてるかなっていう、もちろんそれ大事だし、あとは試合に向けて集中できてるかなとか、逆に硬くなりすぎてないかなとか、そういうのはよく見るようにしてます。ああ、いろんなことを引っ掛けてた、まあ、サッカーもそうですし、チームのこともやっぱり今日じゃあ払うわ